皆さんこんにちは。かつての芸能界の覇者は見る影もなく、今や鼻つまみ者になり下がってしまったジャニーズ事務所の前社長ジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐり、大手企業は次々と CM 契約を更新しないと表明しました。経済同友会の代表幹事で現サントリーホールディングスの新浪剛史社長は9月12日の会見で、チャイルドアビューズ、子供への虐待を認めることになり、国際的にも非難の的になるとして、ジャニーズ立ちをはっきりと公言しました。東京商工リサーチの調べでは、ジャニーズ事務所グループの取引先は226社に上ります。大手企業も数多くあるため、コンプライアンス的にはジャニーズはアウトという判断になったようなのです。未来永劫ジャニーズが NG ということではないでしょう。問題視されているのは、藤島ジュリー前社長が補償をスムーズに行うためという理由で全株式を手放さないこと、ジャニーズという社名を継続させること、そして新社長である東山紀之さんが過去に自身も性加害を行っていたという疑惑を暴露本に書かれたこともあり、そんな人物が被害者に向き合うことが適切なのかという問題があるでしょう。タレントに非はないという前提ですが、ジャニーズとの契約を危惧している企業が多い中、アフラック生命保険は嵐の櫻井翔さんとの個人契約に変更することを検討しているといいます。事務所に所属しながら個人と CM 契約するというのは芸能界史上でも非常に稀ではないでしょうか。こんなことがまかり通るなら、事務所の存在意義が全くないです。1年間報酬を受け取らず、事務所からタレントに給料を払うと発表したジャニーズならではの力技が成立したのかもしれないですね。そしてスポンサーとの契約問題は今後どうなるでしょうか。タレントとの CM 契約を打ち切るにもかかわらず、スポンサーになっている番組にジャニーズのタレントが出演することは問題なしという理屈は非常に違和感があります。ジャニーズは1年間無報酬になるとはいえ、企業から莫大な金額がテレビ局に渡り、その制作費でジャニーズタレントが出演する番組を作っているなら同じことでしょう。世間からするとスポンサーはそのジャニーズタレントをよしとしているとみなされます。ネット上ではすぐに不買運動などが叫ばれがちですので、ジャニーズという名前がつけば禁酒が逃げていく傾向になるでしょう。今後改変期にジャニーズタレントの出演が見直されることは必至でしょうね。何百人単位で被害者が予想されている中、東山さんや櫻井さんなど含めて所属タレントたちは噂では聞いていたというものばかり。もしジャニー氏の性加害を知っていた上で後輩たちへの被害を止めることができなかったのであれば、彼らにも拡大した責任を問われても仕方ないでしょう。社名を変更したり、タレントが事務所を移籍したりするだけでは問題はクリアにならないようです。そんな中で現在のジャニーズからのスポンサー離れで得をしている人たちがいます。それこそが元ジャニーズのメンバーたちが集まっている滝沢秀明さんが立ち上げた 2B なのです。特に 2B には絶大な人気を誇っていながら、ジャニーズを退所移籍を行った元キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さんがいます。個人のブランド力もある2人ですので、ジャニーズが衰退している今、平野さんたちの活躍の場が増えるとファンの間ではもっぱらの噂なのです。では平野さんと神宮寺さんは今後どんな活動をしていくのでしょうか。調査していきたいと思います。平野さんと神宮寺さんは5月22日にキンプリを脱退し、ジャニーズ事務所も退所しました。退所後の進路に関して様々な説が飛び交いましたが、7月7日に滝沢秀明氏の立ち上げた会社 2B へ合流。同日インスタグラムの公式アカウントを開設し、ストーリーズ機能を使ってファンと交流する場も持ち好評です。ただ合流から2ヶ月経ったものの、現在
コンサートなど具体的な仕事の発表はされていません。あるテレビ局関係者は、彼らが本格的に動き出すのはもう少し先になると推察します。9月末でジャニーズ事務所を退所する岸優太さんを待つのではないでしょうか。岸さん本人は今後の活動について明言していませんが、業界内では 2B に合流する可能性が高いと見ています。岸さんが合流するとしたら、事務所を辞めた10月以降、平野さんと神宮寺さんは岸さんを迎え入れた秋頃から活動するのではないでしょうか。キンプリ時代の仲間を迎え入れ、3人で新たな活動を始める。実現すればファンの期待もさらに高くなりそうです。また岸さんの 2B 合流説は現段階ではあくまで予想に過ぎません。ただ3人で活動することをうかがわせる出来事があったようで、7月7日に平野さんと神宮寺さんが 2B 加入を発表した後、同社の公式ホームページに2人の紹介ページが開設されました。その URL の末尾には JHK と綴られていたんです。ファンの間で J が神宮寺さん、 H が平野さん、そして K が岸さんではないかと噂になったんです。その後この URL は変更になりましたが、単なる偶然とは思えません。昨年11月岸さんがジャニーズを退所する背景に海外への強い思いがあったことを明かしました。滝沢氏の下ではその夢に近づけそうなのです。テレビ局関係者によると、滝沢さんは7月31日の TikTok ライブの中で、世界進出を目指して配信中心で楽曲をリリースする方針であることを明かしました。国内だけでなく海外の人にも所属アーティストの歌を届けたいという思いがあるのでしょう。キンプリはデビュー以来、世界に通用するグループになることを目標に活動していました。中でも平野さん、岸さん、神宮寺さんはその思いが強かった印象です。 2B とは目標が一致していると言えます。岸さんも加えた3人が世界で一番になれるのでしょうか。またそんな順風満帆なタッキーよりも前にジャニーズ事務所を飛び出して、稲垣吾郎さん、香取慎吾さん、草なぎ剛さんと事務所を設立したのが元 SMAP マネージャーの飯島道氏です。そんな飯島氏はジャニー喜多川氏の姉で実質的な経営者だった子メリー喜多川氏とトラブルを起こしてジャニーズ事務所を飛び出した過去を持っています。そんな飯島氏ですが、同じくジャニーズと袂を分かつことになった滝沢氏と会合を持っていたことがスクープされました。この一報はスポーツ日本にて極秘会談として報じられました。記事では飯島氏を愛しとぼかしていますが、経歴を見れば飯島氏であることは明らかです。一部では滝沢氏と飯島氏が手を組んで反ジャニーズ事務所の連合を組むのかと噂が立っているのです。しかし実際は滝沢氏が 2B メンバーの売り出し方を飯島氏に相談しているというのが本当のところらしいのです。滝沢氏は平野さんの売り出し方として映画での主演を狙っているようなのです。連ドラの話もあるようですが、いい役を得られるとは限らない。そこできちんとした作品性の高い映画に出演して俳優としての評価も上げたい目論みなのです。早ければ今年の冬にも平野さんが主演の映画の情報が解禁されるとも言われています。ジャニーズ事務所を去ったカリスマ2人が手を組めば話題作が出来上がることは間違いなさそうです。いかがだったでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。